ティエストは、オランダの DJ、リミキサー。本名は、ディスミ・キール・バー・ウェイスト。2002年から3年連続で、イギリスの DJ 誌、DJ マガジンの読者投票で、世界でナンバーワンの DJ に選ばれた。ベルギー国境にも近いオランダ南西部のプレダに、生まれた、ティエストは、トランス及びエレクトロニカのダンスシーンで、世界で最も有名な DJ の一人とされる。 彼の名前の由来は、生命ティスの TI と、下の名前バーウェイストの絵を組み合わせて、ティエストとイタリア語の発音っぽくしたことから来ている。1997年に、自身のレーベルブラックホールレコーディングスを立ち上げ、ミックスコンピレーションアルバム、マジックと、インサーチオブサンライズをリリースする。その後、1999年にフェリーコース店と共に、フリエラを結成して、 大成功を収めた。2000年にサラ・マクラクランがフィーチャーされたデレディアム・サイレンスのリミックスは前衛チャートでも最高3位にランクインしてティエストにとってトップ DJ として認知されたブレイクスルーの作品となった。2001年にはジャン・ジョンストン、カースティ・ホークショーラをボーカルとして迎えた彼自身の初となるアーティストアルバムイン・マイ・メモリーをリリース。 2004年にアルバム Just Be、In、をリリースした後、夏季アテネオリンピックのオープニングセレモニーでの選手入場の際、史上初めて DJ としてパフォーマンスを披露した。2006年にはエイズの感染爆発を防ぐのを助けるため、Start Dancing Stop AIDS をスローガンとして掲げるダンス c ンライフファンデーションの国際大使に任命され、マキシジャズとコラボし、 ダンス4ライフをリリースした。その他の事前活動では、インド用打つ派に関するチャリティー活動も行っている。2007年には、アルバム、エレメンツオブライフを発表し、自国でアルバムチャート1位になっただけでなく、米国のビルボードトップエレクトロニックアルバムスに選ばれ、2008年のグラミー賞にノミネートされた。 2007年から自らパーソナリティを務める番組クラブライフがオランダのラジオ局ラジオ538から毎週金曜日の深夜に発信されている。2009年、エレメンツ・オブ・ライフから2年ぶりのアルバムカレードスコープをリリースした。2020年9月にリリースしたシングルザ・ビジネスが世界的ヒットし、4カ国でプラチナ認定、6カ国でゴールド認定を果たし、 8カ国で公式シングルチャートのトップ10に入り、31カ国でスポティファイのトップ50にランクインした。さらに、同年11月には、ビルボードのグローバルランキングで1位を獲得している。今まで日本へは数多くツアーを行っている。2000年1月に初来日を果たし、ベルファーレと大阪アンダーラウンジでプレイ。2001年8月にエーベックスレイブ2001の イベントでフェリーコーステンラと共演。2004年3月に横浜ベイホール。2006年3月と2008年4月にアゲハでプレイした。CD アルバムミックスアルバム DVD。ありがとうございます。